にちは、日本語の森の川間美里です。よろしくお願いします。今回は言葉の19回目やっていきたいと思います。まずこちらが、こちら具体的っていう風に読みます。ちょっとここのスペースに書きたいと思います。具体的ってどういうことかっていうと、はっきり分かりやすくすることを具体的って言います。例えば、日本には人に迷惑をかけない文化がありますって言った時、ちょっと分からないですよね。どういう文化だろうって思いますよね。なので具体的に言うと、バスの中、バスや電車の中で電話でおしゃべりをしないとか、街で道を歩いている時にゴミを捨てないとか、そういう人に迷惑をかけない文化がありますっていうふうに使います。で、続いてこちら、これは資料っていうふうに読みます。資料って何かというと、相手に説明するために見せる動画とか写真とか書類、紙に書いた文字ですよね。紙に文字を書いたものを書類と言いますよね。書類とかのこと、これを全てまとめて資料というふうに呼ぶことができます。で、続いてこちら、これは重要っていうふうに読みます。重要って何かっていうと、大切とか大事っていう意味です。なので全体的に見てみると、具体的な資料を作ることが重要だってあるんですね。なので、はっきり分かりやすいもの、はっきりとしてて分かりやすいもので相手に説明する、それ相手に説明するときには、はっきり分かりやすいもの、それを作ることが大切だよねっていう文章になってます。で、その下行ってみたいと思います。こちら、後輩っていうふうに言います。後輩ですね。後輩って何かというと、中学、高校、大学の時によく使うんですけど、自分より後に入ってきた人のことを後輩っていうふうに言うんですね。例えば、私今大学1年生です。なので、私の後輩は高校3年生の人であったり、高校2年生の人、彼らのことを後輩っていうふうに言います。で、後輩より、後輩じゃなくて先輩もいるんですね。先輩は何かというと、私より先に入った人。なので大学1年生の私から見ると、先輩は大学2年生の人とか大学3年生の人を先輩っていうふうに呼びます。で、続いてこちら、これは頭痛って書いてるんですけど、どういう意味かっていうと、一緒にするっていう意味なんですね。ここでは4人ずつって書いてますよね。なので4人一緒にするっていうことなんですよ。どういうことかっていうと、まあ学校とかで生徒がいっぱいいますよね。学校に生徒がいっぱいいる。で、先生が、はい、じゃあ4人ずつになってくださいって言ったら、4人一緒になってくださいっていうことなんですね。そういうふうに使います。で、続いてこちら、これは分けるっていうふうに言います。分けるっていうのはどういうことかっていうと、一緒になっているものをバラバラにする、こういうことを分けるっていうふうに言います。なので文章全体的に見てみると、後輩を4人ずつのグループに分ける、自分より後に入ってきた後輩たちを、はい、じゃあ4人一緒になってくださいっていうふうにして人を分けていく、こういう意味の文章になります。 OK ですか？じゃあ続いてこちら、これはいないっていうふうに言います。いないってどういう意味かっていうと、までっていう意味なんですね。今こちら1週間以内って書いてますよね。っていうのは1週間までっていう意味なんですよ。1週間って7日ありますよね。7日。なので7日までっていう意味なんですね。
なんとですね、例えば1週間以内に宿題を出してねって言ったら、今日から3日経った時に宿題出してもいいんですよ。5日、5日経った時に宿題を出してもいい、7日経った時に宿題を出してもいいけど、8日経って宿題を出したらダメっていう意味なんです。 OK ですか？で、続いてこちら、これは地球っていうふうに言ってます。地球、地球っていうのは私たちが住んでいる星のことを地球っていうふうに読みます。で、日本では太陽から近い星を呼んでいく呼び方があるんですね。何かというと、水金地火木土天海っていう呼び方なんですよ。で、地球はどこにあるかというと、水金地、ここですね。なので太陽から3番目に近いところにあるのが地球。そういうふうに日本では呼び方があります。で、続いてこちら、これは穴っていうふうに読みます。穴、穴って何かっていうと、穴には2つ意味があるんですよ。1つ目の意味はですね、紙があります、ペンがあります。この紙に これを穴っていうふうに言います。紙に穴が開いたっていうふうに言います。これが穴です。これが一つ目の意味。じゃあ、あと一つ、別もう一つの意味は何かっていうと、そうですね、会社の中で人が一人辞めてしまった、会社を辞めてしまった、そういう時に、あ、穴が開いたって言うんですよ。あ、会社で人が一人いなくなった時に穴が開いたって言うんですよ。で、一人いなくなったらまた一人呼んできますよね、別の人を。ちょっと一人足りないから来てって言いますよね。そういう時にその人が入ると穴を埋めるって言うんですよ。その人が入ることを穴を埋めるっていう、そういう風によく使うので、2つの意味を覚えておいてください。で、例文見てみると、1週間以内に地球に大きな穴が開くっていうのは嘘だっていう文章です。1週間以内、さっき言ったように今日から1週間まで、その間に私たちが今住んでいる星、地球に大きな穴が開くっていうのは嘘ですっていう文章でした。はい、以上が言葉19回目でした。ありがとうございました。